ここ話し合いだ、話し合いで解決だと。日本の国民の税金は1円も使ってないんです。ああ全然僕そういう趣旨で言ったんじゃないですよ。力による侵攻はいけませんよ。しかしなぜこういういう事態になったかということもちゃんと考えてね、私は政治家というのは出口を見据えた判断すべきだと、ただよく G7 なんかでもあるいは NATO でもね、武器を提供するだとか経済制裁すると言うけども、なんで みんなが、ここは話し合いだ、話し合いで解決だと、こう、大きな声出さないのか、私は不思議で。どうなんですか、実際のところ話し合いは通じるんですか。それはもちろん、アメリカが中心となって G7 の国がですよ、はい、ここ話し合いですとこう言えば、乗るでしょう。世界には G20 という枠組みもあるんですから、はい、その G20 が今、経済力では大きいんですよ。世界の 85% 持ってるんですから。G7 だって45しかないんですからよ。それ考えたらですね、私は多くの国がですよ。やっぱり ここ話し合いだ。ここら辺考えると思ったら私は冷静に、ただですよ、こっちがかわいそうだ、いや、こっちが悪い、こういう竹を割ったような判断よりも、私はやっぱりここに至る歴史的な経緯があるわけですから。でもあれですよね、宗男さんは結構その、割とその国会議員の中ではロシアに結構強い政治家だっていうふうに認識されてると思いますけど、どうなんですか、日本の中では。それは強いというよりも一番、まあ、私が向き合ってきた。私、北海道ですから、北方領土問題ありましたから、なんとかこれ、日露の平和条約の締結。まあでも今回の件でね、日露の平和条約はもう、破棄だ。そんなものはもう、ないと思ってくれ、みたいなこと言われて。ロシア側からは、今の状況では平和条約の交渉はしない。こう言われました。ですからもうこれは、致命的ですね。日本はアメリカの言いなりだというのがロシアの受け止めなんですね。だから経済制裁にしても、うん、あるいは人的制裁にしても、ドイツだったらそのガスプロムとノルドストリーム2っていう天然ガスのパイプラインの供給停止、運営会社は破産させるみたいな話になってるけれども、日本の場合はその日本に近いサハリン1、2っていう、まあサハリンのガス田に関しては取引を続けると。でもあれルーブルで払うんですか？ルーブルで払えって話になるんですか？だからそう言われたらそう払うしかないですね。だ手持ちのドルなり円なりをルーブルに変えて、でルーブルで払うみたいな話になるんですよね、あれに関して言うと。今油が上がってますよね。日本はやっぱりエネルギー資源のない国なんですね。うん、今電気の4割は LNG です。液化天然ガスですよ。日本は今この LNG の発電所約4割。そして石炭、重油、火力で7割。そして再生エネルギーと水力で約2割持ってるわけですよ。当分はこの LNG、まず2050年のカーボンニュートラルまではですよ。液化天然ガスの重みってあるんですよ。これやっぱり一番近くであるのはロシアなんですね。で、日本は1割買ってるんです。はい。じゃあ、1割止まったらどうなるかって言ったら、これ市民生活に直結しますよ。まあアメリカとか国際社会の協調路線でいけば、まあロシアに対して完全に天然ガスの供給も含めてですけど止めるみたいな話になるわけですけど、そこはやってないじゃないですか。あともう一つ、多分めちゃくちゃ多分宗男さんのもう地盤とすごく関連する話だけど、漁業資源だ、ウニとかその毛ガニとか半分以上ロシアから買ってるわけじゃないですか。であれちょっと北方領土問題も絡んでるんですよね。日本はやはりこの海に囲まれてますからね。特に、あの、北方四島付近は、世界の三大漁場、あるいは四大漁場の一つと言われてるんです。サンマ、イワシ、サケマスがそうですよね。まあ、カニにしてもそうですよ。この漁場が、やっぱり増えるか、狭まるかっていうのは、これは、国民生活も直結するんですね。もっともっとこの日本の国会議員で、海の重要性っていうのが、わからんで議論してますね。まあ、今、その経済制裁はそこに関してはしないっていう判断じゃないですか、日本は。まあ天然ガスも含めてですけど、天然ガスも漁業資源もですけど、その日本がそこに経済制裁に踏み切らない理由っていうのは、その中国に持ってかれるからみたいなところは結構大きいと思うんですけど。いや、それよりもですね、日本も最初に経済制裁やってしまったから、これはもう横並びなんですね。それで次に人的制裁してしまいましたね。ここでのブーメランが平和条約交渉はしない。そして、ビザなし交流と言ってですね、日本の立場、ロシアの立場を害さないでですよ、いわゆるパスポートを持たないで、簡素化した手続きで、北方四島に今まで91年から訪問してるわけですよ。ちょうど今年が30年目の節目なんですが、それも打ち切りだっちゅうんです。これが91年、ゴルバチョフという当時の大統領が日本に来た時に、ソ連からの提案だったんです。それを日本側は海部総理でした。やりましょうということで、10月に、
調印したわけですよ。それで91年から動き始めてきたこの事業が止まってしまう、これは大きなやっぱり日本にとっては痛手なんですね。元島民の人、その島から引き上げた元島民の人は約17,500人いたんです。今5,500人しか残ってないんです。3分の2はなくなりました。で、残ってる人も平均年齢がもう87歳になろうとしてるんです。ということは人生限られてますね。このビザなしで先祖の墓だとか今まで自分の生まれたところを1年に1回行くのを楽しみにしてたんですよ。まあでももう無理でしょうね。もう無理なんですね。これは大きいですね。漁業資源に関して言っても、北方四島で取れてるのあたりの漁場で取れてる海産物って全部ロシア産として出荷されてますよね。あれ輸出入の手続き取ってですよ、この根室だけでなくて稚内もこれまだ国境の決まってないロシアとの地域ですよね、あるいは日本海側もあります。今カニなんかも、一旦中国や韓国に行ってから日本に入ってきてるんですよ。だから高いものになっちゃいますね、もう20年前私が逮捕された時ですね、メディアが一般の人の投書なんかで、鈴木先生がいなくなってからカニが少なくなりましたとか、カニが日本に入ってこなくなりましたって平気で言うんですね、何も私の責任じゃないんだけどもですね、当時そんなこと言われましたね。私東京高知町にいる時ですね、今でも思い出しますね、角谷浩一さんという政治評論家がね、鈴木さんがいなくなってからカニが入らなくなったし、カニが食べんくなりましたなんていうこと言ってんですよ。私それ高知町で聞きながらね、俺とは関係ないはずだけどなと思いながらもね、これも外国船の規制を当時小泉総理したわけですよ。ロシアの漁船というのは保険に入ってないんですね。慣習としてないわけですね。要はエンジン動いて物を運べればいいという、その点ソ連時代からはちょっと甘かったんですね。日本はその、これは北朝鮮の関係もあるもんですから、外国船に対する厳しい処置でルール化したわけですよ。その結果今度、ロシアのその貨物運搬船が入ってこなくなった。その結果みんな一回韓国、だからそういうふうに入れるもんですから、そっちに一回輸出して、日本のその加工業者が買うと。おそらく天然ガスとかその海産物に関してはそれこそ中国に資源をね、その日本は買わないってなったら当然中国とかに売るわけじゃないですか。その中国はもうすでにですね、30年間で40兆円の契約してるんですね。ガスのウラジオストックからパイプラインで北京の方に向かってんです。で、そのウラジオの拠点はサハリンで掘ってる油ガスです。サハ州ってあるんですよ。サハ州というのはインドと同じ面積です。一つの州が。そこには人口まだ60万しかいませんかね。ロシアでは一番のエネルギーの方向です。そこからちょうどその裏城の真上にありますから、はい、そこからパイプライン引いて、これはもう韓国もそうなんです。あれなんであんな韓国って仲いいんですか。いや、仲いいというか、やっぱりエネルギーの重要性ですね。韓国ってロケットの技術もロシアからもらってるんですよね。韓国の国産ロケットって塗り号とか、そういうのを今作ってるんですよ。はいはいはい。で、それも技術的にはもともとそのロシアのアンガラロケットっていうのの技術を導入して作っていて、いや、なんでそんなことになってんだろうなと思ったわけですよ。一応ほら、韓国って西側世界じゃないですか。はい。なんでアメリカの技術導入しないのかな。日本はほら、ロケットの技術アメリカから導入してるわけじゃないですか、半分ぐらいは。今、堀江さんがとっても大事なこと言いました。西側っていう表現しましたね。はい。それはソ連時代なんですね。ソ連時代はアメリカが西側陣営のリーダー。トップだった。はい。そして、東側陣営。いわゆる共産主義陣営のリーダーがソ連だった。ところが30年前、1991年、ソ連が崩壊して共産主義社会でなくなりましたね。で、自由と民主のロシアになったんですよ。だから、ロシアは日本と同じ政治体制であるし、経済体制なんですよ。選挙で選ばれて市場経済ですから。ですから、ロシアはそういった意味では韓国とも付き合うし、いろんな国ともですよ。はいはいはい、やっぱり物を必要としている。それは油だ。あるいはガスだといえば、もう自由にそれは売ってますね。油だガスだは日本もそうですけど買うわけじゃないですか、はい、実際ロシアからも買っていて、はい、サハリン1には経済産業省すら出資をしてるわけで、はいはい、いやそれも、ね、これよく誤解されるんですが、ロシアには日本の国民の税金は1円も使ってないんです。なぜかというとロシアは先進国ですから、欧米への対象国じゃないんです。これよーくマスコミの人も間違ってですよ、よくロシアは日本の金目当てだとかこういうですけども、国民の税金は使える仕組みにはなってないんです。ここが勘違いしないでください。今、ロシアに行くのは民間企業です。その民間企業の担保は、例えば JBIC、
国際協力銀行だとか、うん、国が出資している銀行なんかが融資していることはあるけども、うんはいはいはい、これああ全然僕そういう趣旨で言ったんじゃないですよ。税金は税金を使ってるっていう趣旨ではなくて、援助もしてないし、はい、そうじゃなくて出資をしてるってことで、権益を確保してるっていう意味、うん、意味を言ったんですよ、僕は。民間企業は、うん、要は商売になればいけるわけですから。はいはいはい。